花屋南白井62キロ契約3分3ラウンドを行います。赤コーナーラジャサクレックジム岡田明宏、これがプロ3戦目になります。岡田明宏。青コーナー負けジム沖縄川崎海輝、ジュニアアマチュア6冠という選手です。15歳デビュー戦川崎海輝。さてこの川崎選手が非常に注目をされているジュニア上がりの選手ということになりますけれども、15歳の体とはちょっと思えないですね。そうですね、本当に体がきちんとできてますね。本人は太ももの太さ自信持ってますという話してますが、やっぱり蹴り込んでるんですかね。ですね、しかもまあ、ムエタイで言うとですね、足が太い選手はムエマットと言いまして、パンチが強い選手が多いんですよね。その辺もちょっと注目したいと思いますね。はい、まあ、かなり前の圧力も、まあ、私が見た試合などではあった印象がありました。まあ、肘膝ありは初めてなので頑張りますというふうに話をしてくれる川崎選手。まあ、一方岡田選手の方はスピードとコンビネーション磨いたという話です。はい、さあ第1ラウンド共にオーソドックスに構えています。おお、このローキックいきなり飛ばしてきましたよ。15歳とは思えないですね。さらにサイドキックいきました。ボディ強く入れました。さらに前蹴りローキック。ここまでシンプルに川崎選手の印象いかがですか。いやもうどっちが年上か分からない試合展開ですね。はい、やっぱりアマチュア30戦以上やってるっていうのはこれ相当な経験ですよね。ですね、まあ、今あれですね、沖縄ですか、はい、川崎選手のいる、もう本当にキックボクシングとかムエタイが盛んなんですよね。なんか大会の数多いらしいですよね。非常に多いです。はい、ジムも多いんですよ。あ、そうなんですね。はい、でアマチュア大会も結構やってるんで、多分そこでキャリア本当に積んでるんですよね。はい、でここは距離詰まって一旦組の展開になります。冷静ですね。はい、まあ、一方の岡田選手の入りここまではいかがでしょうか。まあ、決して悪くないと思います。はいはい、オーソドックスに試合組み立ててますよね。はい、まあ、とにかく今回は勝ち続けることが目標です、まあ、最終的にはチャンピオンクラスの選手になりたいですというふうに岡田選手は話をしてくださいました。はい、さあここは詰めていきますけれども、岡田がどう作っていくか。ここもブレイクかかります。結構蹴り主体でいっているような印象がある川崎です。ですね、はい、前蹴り系が多いですよね。そうですね、はい、前蹴り横蹴り、はい、で距離詰まると割ともう簡単に組むような感じですよね。ですね、これ一般的な話でいいんですが、組み力っていうのは年齢重ねてやっぱり上がっていくもんなんでしょうか。こればっかりはどこまでその組みの練習をしていたかってことに関わってくるんじゃないですかね。練習量ということですね。練習量ですね。はい、そのためにはやっぱり首相撲が必要不可欠になってくると思います。お、今飛び肘なんでしょうかね。はい、飛びかかっていきました。さあまた組の展開です。まあ、結構こうやって飛び込んでいくような攻撃も、はい、川崎選手見せる選手です。ですね、はい、ロキコ右フック振り回しました岡田。お客さんはね本当大喜びでしょうけどね、知らんところからそこまで飛ばすとちょっと体力的にどうかなって気もしますけどね。はい、さあ曲げり左から。結構岡田選手も冷静に際のところで狙ってるような雰囲気もありますね。狙ってますね。岡田でだんだんとハイキック、これはノーダウンです。綺麗に足引っ掛けましたね、蹴り足をね。はい、リフク、おお、終盤に大きな爆発がありましたが第1ラウンド終了しています。この1ラウンドどんなイメージでしょうか。ほぼイーブンじゃないですかね。はい、ラウンドバーストでつけるんでしたら川崎につけてもいいですけども、はいはい、綺麗に岡田の方もね終盤特にそうでしたけど返してましたからね。そうですね、はい、まあ、あえてその川崎選手につけようと思うとつけるというのはどういった点でしょうか。やっぱアグレッシブに、まあ、自分からどん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 攻めていくって部分ですね。はい、まあ、印象点はいいですよね。はい、そうすると、まあ、例えば打撃の当たった数とかその辺は大きな差はついてないということですかね。それほどついてないと思います。はい、非常にいいマッチアップになっています。62キロ契約3分3ラウンドの一戦です。15歳デビュー戦の青コーナー川崎海輝、
そして赤コーナー28歳プロ3戦目の岡田明宏の一戦です。セコンダウン、セコンダウン、ラウンド2、第3ラウンド、第2ラウンドがスタートしました。この試合3ラウンドで行われます。さあ前に行く岡田、少し岡田選手が詰めていってから作っていこうという雰囲気。左フック、お右の肘、これは空を切りました。1ラウンドにも増してちょっと危険な距離での戦いになってきましたね。これお互いに川崎選手も応じようという感じですもんね。はい、岡田の方がこうやってかなりこう詰めてくるケースが増えてきました。前蹴り、やっぱりキックはいいですね。いいですね。軌道が独特ですよね。あ、独特。それは前蹴りとちょっと横蹴りの中間ぐらいの、はいはい、構えで蹴ってますね。これ相手からするとちょっと軌道読みづらいですかね。読みづらいと思いますね。はい、ここ前に来る右フック、あ、肘蹴りかえませんが前蹴り、結構際の攻防も川崎よくやります。やりますね。あ、また肘だ。練習してたんでしょうね。いや、15歳で肘打ちこれだけやるってすごいですよね。バックロー効いた、バックロー効いた。さあ前行く川崎チャンス、右動き止まった、岡田がピンチ前蹴り、ダウン取りました。最後ボディですね。いや、バックブローから一気に行きましたね。はい、攻撃がダイナミックですね、川崎ね。はい、さあダメージどうか、岡田ちょっとガードはしっかりしたいところですけれども、はい、右フック系のパンチ、首相撲からの膝、お互いに結構リスキー、肘、はい、右の肘、岡田、いや、こちらも持ってます。持ってますね。まだ分からないですよ。分からないですね。結構今の肘体重乗ってましたよね。はい、さあ熱い試合になりました。第2試合、62キロ契約の3分3ラウンド、まあ、15歳対28歳の試合ですが、かなりいいマッチアップ、噛み合っています。今度は組の攻防、前蹴りから右、左へつなげた、あ、鼻から出血あります岡田。ここは川崎はチャンスではありますけれども、冷静ではありますか。どうです。冷静ではありますけど、はい、ちょっと攻め疲れしてる感はありますね。そちらの方ですね。はいはい、まあ、かなり動きが大きかったですからね。はい、ここも飛びかかっていきます。お、左ジャブ、右返す、結構大きな打ち合いになっていますが、さあ今度は首相撲の展開、肘を出します岡田。第2ラウンドが終了しました。まあ、このラウンドはダウンがありましたけれども、はい、いかがでしょう改めて。まあ、10対8で川崎のラウンドだったと思います。はい、ただやっぱりラウンド終盤にちょっと攻め疲れが見えてるのはちょっと気になりますよね。そうですね。まあ、3ラウンドどういうふうにそれが響いていくのか。少しあのダウンをした後に岡田選手戻しましたよね。戻しましたね。はい、我に返ったって感じがありますね。そうですね。はい、さあ一つポイントになりそうなのは今、ご指摘が布施さんからありました川崎選手のスタミナ面というところになります。はい、まあ、結構やっぱり飛んだり跳ねたりの動き多かったんで、特に1ラウンド多かったですからね。はい、あのあたりで消耗してなければいいんですが、まあ、あえて立った状態でこうやってインターバル、はい、待っている川崎選手です。セコンダウン、セコンダウン、ラウンド3、第3ラウンド、まあ、これもし川崎の動きが落ちていたりすると岡田一気にチャンス来るはずです。はい、右、この組の展開何回かありますが、はい、組の展開に関してはどんな印象でしょうか。そんなに大きな印象はないですね。はい、お互いそれほど組に大きなこだわりがなさそうなんで、はい、まあ、距離詰まったら一旦組んで、まあ、こうやってブレイク待つみたいなそんなイメージですかね。そうですね。まあ、岡田選手の方はラジャサックレックジムといいまして、はい、タイ人がやってるジムなんで、首相撲も普通の練習でずっと取り入れてやってると思いますんで、はい、そこそこできると思いますけどね。
まあ、そういった面もあってそんなに熊崎選手が深入りしないって感じなのかもしれないですかね、はい、ここもブレーキかかるでしょうか。一旦ブレーキかかります。スピンから前蹴り、まあ、少しサイドキックに蹴っていきますが、はい、左のフック、さらに肘を浴びせていこうという岡田。どうでしょう、ここまで川崎選手のスタミナ面。まあ、やっぱりあれですね、1ラウンドとか2ラウンドの中盤までと比べたらかなり落ちてますね、はいはい、ちょっと手数も減ってますかね、はい、ちょっと若さ上にっていうのがある、はい、あるかもしれないですね。ちょっとフルスロットルで行き過ぎてしまった感じもあるかもしれませんが、さばいた岡田の肘、これ当たれば切れる可能性十分あります。ありますね、大逆転はありますね、ありえますね、はい、まだまだ分かりません。スピンキックは空を切ります、まあ、こういったちょっと大きな動きがある分川崎は、まあ、スタミナをちょっとロストしています。やはりこういった組のブレイク増えてきました、はい、ミドルから右サイドキック、これ川崎選手はこのままこのラウンド逃げ切れば当然、まあ、自分が勝てるだろうなっていう意識になってますかね。絶対それはあるですよね、はい、ですから前蹴りとか横蹴りもどちらかというと相手を突き放す蹴りになってますよね、はいはい、マキブローただ前に行きます。この岡田の後、お肘、右の肘ダブル、どっちかというとやっぱり自分の距離取って落ち着きたい感じなんでしょうね、はい、ただ前に来る岡田、岡田が前に来る、でも距離が縮まると組みます。もうこの辺りは川崎当たって、あでもだいぶ疲れた、川崎疲れた、はい、前に行きます岡田、おお左、あこれはあれですね、川崎カットありますね、はい、おそらくはこの肘の攻撃の何かが当たったんだと思いますが、左の目尻が今カットをしています。どうでしょうか、第3ラウンド終了。3ラウンドは岡田のダウンだったんじゃないですかね、ただ2ラウンドね、ダウンのロスポイントありますからね、はい、あとは1ラウンドどう取るかですね、はい、あれ1ラウンド結構イーブンなラウンドだったと思うんですが、はい、岡田選手につく可能性なんてありえますか。低いと思いますね。あそうですか、やっぱりイーブンだったと思いますね、ランドはね、まあ、そうすると川崎逃げ切ったかというところですが、はい、果たしていかがでしょうか。62キロ契約3分3ラウンド、まあ、非常に噛み合った一戦。青コーナー川崎、お川崎に来ました。15歳デビュー戦、ジャッジ中30対27、青コーナー川崎、同じくシーナーは30対27川崎、同じく櫻井29対27川崎、以上3対0をもちまして青コーナー川崎海輝選手判定勝ちでございます、ということでダウンラウンドが一つあって、それ以外にもう1ラウンドはみんな取っていたという、そういった採点でしたね、はい、そうですね、はい、1ラウンドも川崎のラウンドだったってことでしょうね、はい、で、まあ、1社はあの最終ラウンド、はい、あの岡田選手もつけていたというそういった感じでしょうかね、はい、いやでもこれ15歳のデビュー戦、いろんなことを学んだと思いますが、いかがでしょう。いや本当に荒削りだし、まだまだね、あの改善すべき点は多々あると思いますけど、非常に魅力的で花のある選手だと思いました。気持ちがなんか伝わる選手ですよね、はい、川崎海輝15歳のデビュー戦、苦しんだデビュー戦でしたが、判定は文句なし3対0の判定勝利を飾っています。